皆さんこんにちは、ゴメスです。私の研究室は同社災害と環境堆積学を研究するところです。毎年土砂災害と水害が日本の中でも大きな影響があります。この問題は気候変動の影響で悪くなる一方にもあります。この問題を見るために研究室を立ち上げました。で、我々は土砂災害と土石流と流木の問題を見ています。また津波と津波の土石流水害も見ています。で、基本的に何をやってるんですよね。だから調査が多いですよね。日本とか台湾とかインドネシアとかニュージーランドでも。で、調査で地形データ測量もやっています。レーザーを使ってとか、また UAV を使ってます。地盤の中もいろいろな方法を使って構造を見てます。土砂スルベリーとか土石流が動くものだから、ビデオとかカメラで観測するところも多いです。また我々はフィールドにいない間にセンサーを使ってデータも集まってます。データを集めたところでいろいろなパラメータをチェックするためにいろんなシミュレーションもやっています。また取ったデータを使ってコンピューターシミュレーションとか、また GIS とかリモ線のデータにします。で、3次元のデータを重ねて4次元のデータも作ってる。この地面の変動も見れることができる。この上でシミュレーションとかコンピューターダイナミクスを使ってる。2020年のチームを紹介します。はじめまして、4回生の吉田美香と申します。好きなことは写真を撮ることと、あとはスポーツするのが大好きです。よろしくお願いします。こんにちは、4回生の松本美沙と申します。毎週末に社会人吹奏楽団の方でクラリネットを吹いてます。どうぞよろしくお願いします。4回生の大海陸斗です。よろしくお願いします。こんにちは。4回生の今井克樹と言います。お会いする機会があれば、ぜひ一緒にお話、研究頑張りましょう。M1 の中村壮介です。主に津波と建物の研究をしています。防災に興味がある方は、ぜひうちの研究室に見学に来てください。M1 の片岡美希人です。ゴメス県は、フィールドワークに行けて、まあ、旅行気分もすごく味わえて、たくさん、まあ、研究以外の経験もいっぱいできるのですごく楽しいです。大学院1回生の足川健介です。研究室では土石流の形成について研究しています。修士1回生の村田栄信と言います。私は雲仙普賢岳の火山堆積物に関する研究を行っています。実験室の雰囲気はこういう感じのところになってます。皆さんぜひ一度見学に来てください。はじめまして、 M2 の金井沙耶香と言います。この研究室は結構女子が多くって、自由度の高い研究室だと思います。ぜひ一緒に研究しましょう。また2021年から新しい先生が入ります。ボルチ・ブラダック先生です。と、私の先輩たちがこの2つの会社に
今日の絵の入りました。我々の学会はサブ学会です。